はい、どうもカズワンでございます。そしたらバイオフォームプロフェッショナル行きましょう。行きましょう。いやー、もうだんだんね、敵の位置とかがね、強くなりすぎちゃうな。はい、開かないと。俺の記憶の範囲外から出てくるようになっておるから。あー、飛ばしてもた、飛んでもた。よし、じゃあ今回は中庭を抜けていこう。タラッタン。確かこの辺は敵おらんはずやから、まあ自由にね、抜けていきましょう。さあ、先行の出番かな。と、えい、結構死ぬよ。結構死んでいい。確か先行落とさんかったか、これ。スピネルとかベルベットブルーとかのばっかか。ちょっともったいねえけど、まあまあまあね、お金のこと考えたら結構な額になりますんで、あんま気にせんくていいかなとは思うんですけど。よし。消費シールだ、いいね。いやー、ちょっと弾欲しかったな。弾がね、なかなか減ってきとるんで、ショットガンとかね。マシンガンはまあ、あ、そうか、改造まだか。改造まだなんか、まあいっか。よし。まあ、ここも結構嫌いやな、俺。俺結構嫌いなんすわ。ズワーン。みたいな。いや、ここで何回かやられるかもしれないっすよ。僕ね。僕チームはやられるかもしれないっすよ。よし。ないな。確かなんかこの辺に宝石あったような、記憶があったような、なかったような。そんな感じ？二つの月を合わせれば、扉は開かれる。いざ行かん。ちゃう。あ、出た。二十歳のお坊ちゃまね。あ、まだ生きてますよ。こっから狙い撃ちはできないもんだろうか、と考えてみる俺がいる。弾少ねえな。これきついわ。よし。慎重に行こう。慎重に行きたいんやけど。まあ、ショットガン装備？ショットガン装備かな。弾ごめん。さあ、来た。ああ、もう噛まれた。ああ、もう噛まれて。バーカ。バーカ。バーカ野郎。ああ、もう噛まれたやん、俺。よいしょ。ちょうど待って。グリーンハブ一個使おう。やべえ、もう一発目、開口一番これかよ。つら。これ何体出てきたかな？結構出てきたような気するけどな。つらい。どこにいるんですか？大丈夫か？後ろ、大丈夫。こっち行ってみる。そこ出てきそう。あー、つらい。来たか？これ後ろとかやめろよ。いやー、怖い。騒いど騒いど。え？え？なんかびちゃびちゃ言うてるで。めっちゃびちゃびちゃ言うてるで。大丈夫？グリハブ。ラッキー。めっちゃびちゃびちゃ言うてるで。大丈夫か？え？あ、あいつか。びちゃびちゃ言ってんのあいつか。あれはどっから行けるんや。あそこに扉があるから、こっちから行こうかな。ちょっと待って。見さして、マップ。まずは、上に行かなかった。あ、そうか。こっちから行けるんか。こっちに道がある。ここが。で、あいつがおんねんな。うわー、めっちゃおる。気持ち悪い。これ、線香使おうかな。確か、ここでいつも俺、線香使ってるような気がする。規制のタイプなんで、線香が効くんですよ。確かね。よし。弾欲しかったところ、今。よーし。いけるぞ。ここか。ここの前にこっち行こう。レッツゴー。レッツゴー、レッツゴーハンティン。おらんな？おらんな？
よし。ショットガン弾？ラッキー。来た。来た。オッケー。ほい。バカ。出てくんな。あーぶなー。焦ったー。いや、寄生体ここで出ます？マジ焦ったわ、今。弾大丈夫か？ 15、12、17発。じゃあ27発。マジつれー。ハンドガンで相手するわけにもいかんしなー、ここは。勝利とか効くんかな？効くんやったらやりたいとこやけど。ちょ、装備しとくか。装備しとこう。こっから狙えへん？いろいろ。あー、おらんか。なかなかおらんな。こっち行こう。まずはこっち行って。おお、マシンピストル。じゃあ、あ、当てるな。マシンピストル。の弾をゲッチ。めっちゃ叫んどうやん。あー、怖い。よし。よし。おらん。おらんな。いやー。月のかけら左を取ったぞ。さあ、確か、この辺に出てくる。危ない。倒した、倒した。あー、勝利一撃？マジで？そいつはいい情報やぞ。弾節約のためにはやっぱりね、使っていかんとあかんので、弾の方が重要やからな、勝利より。どうや？どこや？ちょっと待って、見る。左ルートね。左ルートに行けば、変かな？この辺なんもねえ。なんもねえの？じゃあこっち。こっちかな？なんもおらんな。こっちは？こっちはイエローハブ。ラッキー。よーし。イエローハブ。イエローハブ。イエローハブー！命のイエローハブー！ここちょっと時間かけていきたいな。よし。ほい！どうですか？いなくなりましたか？しゃ。まだ叫んではいる。ここは？このルートは？お！なんや？なんやこれ？あ、宝石か。ラッキー。宝石ラッキー。あ、これ仮面揃ったんじゃね？どっち行けばいい？まずは、こっち行ってから、え？あ、後ろか！後ろかよ！バカ！もう、後ろとかマジわからんわ。ちょっと待てよ。危ないな。グリーンハーブ使っとこう。さあ、あとこっからショットガンしかなくなったぞ。まだ叫んどうな。なんやね、後ろとか背後打ちとかマジ卑怯よ。あ、走ってきた。走ってきてる？いや、でも近づいてきてはない。ような気がする。ってことは。いや、びちゃびちゃ言うてない？なんかびちゃびちゃ言うてますね。大丈夫ですか？あー、ってことは、中で走っとるんかな？多分。あ、あそこの中で多分走ってるんやろ。じゃあこれを拾う。大きい救急スプレー！わからん。これ走ってきてるんか、ピチャピチャ言ってるんかわからん。じゃあとりあえずあいつスルーして、あいつ真正面から戦いてるんですよね。じゃあ、俺がやることは一つ。こっちじゃない。道に迷った。道に迷ったレオン。恥ずかしい！レオンはやっぱりな、頭よく動くのかな。うん、俺の理想？自分の理想なんですよ。よし、まっすぐ行ける。まっすぐ行けるぞ。ドン。これ出て大丈夫か？ほら、やっぱりおった。これライフルでしょ。これライフルの出番。ライフルの出番。ほい。死んでねえし。バカ。死んでねえし。あ、外した。俺外すかマジないわ。よーし、倒した。いや、マジで、あそこ外すっていうとこ外すな、俺。あー、恥ずかしい。めっちゃ恥ずかしいわ、これ。うん。犬の音はなくなったか？なくなったな。よっしゃ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 。
全部倒したのか。で、あとコワインはこうキーアイテム取ってからのやつがめっちゃ怖い。ここやから、こっちかじゃない。もう道迷っとるよ。俺ダメやなこれ。ええよええよ、でもいけるよ。2回ほどまあどつかれたけど、どつかれてなんぼや、こんなこのバイオハザード4の世界なんで、ね、どつかれてなんぼなんで。よっしゃ来たな。そっちに降りたい。いけるか。よし、犬がおらんぞ。オッケー。いやー抜けた。中には2発で抜けれたん大きいんかな。ということでちょっと宝石手に入れたんで、まずこれを組み合わせよう。ブルームーンストーン出来上がりました。でさらに宝石、これかな、くぼみのあるこれと緑紫さらに橙で、これで完全に一番高い状態で売れる宝石が手に入りましたと。こうやって組み合わせてね、まあステインの時と同じかな、3つ組み合わせて高く作りましょうみたいな、高く売りましょうっていう感じかな。さあムービーですよ。さあ来たぜ。レオンが何かを感じた。さあ久しぶりに見たぞ。Yes。レオンは優しいんです。はあ、みたいな。ああかっこいい。ああかっこいいね。でレオンはナイフを取り出す。さあ走り出すレオン。受け取るエイダ。ああナイフの方が早い。いやいいっすね。このシーンはええな。かっこいいわ。でもあれやな。この人ね。ロンサイマースイ。エイダ。エイダ。やっぱエイダはチャイナドレスが似合うな。自分の中ではそんな感じかな。何のことかしら。ははは。よく知ってるわね。一体なぜ。さあウェスカーのとこに入ったんやな。何をしてるんでしょって。おう、爆発。いかついね。もう過激やな。See you around. Ada. Ada. って感じ。で、エンドオブチャプター、サンドさん。ネクストチャプター、サンドさんか。いやー、セーブしましょう。いやー、なかなかね。今のシーンはかっこいい。かっこいいから見たくなる。ちょっと時間短いけど、これどこまでいけるんやろな。次どこまでいけるかがわかんないんですけども。どこまでいけんかなー。セーブしましょう。じゃあちょっと見ましょう。次こっち方面で、あーなるほどね、あーなるほど、これこの辺のアイテム回収だけしとこうかな。録画切るか、切っちゃう、一回切っちゃう、ちょっと短いけど13分40秒。じゃあ一回切りましょう。ということで次回はちょっと今回短いんですけど、ここで終わりにして、まあ次回この辺ちょっと大雑把ですけどこの辺に進んでいこうと思うのでよろしくお願いします。ということで今回はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。